はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日も始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも、一貫してインドに関わる業務をされていらっしゃる近藤さんにお越しいただきました。早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。近藤雄一と申します。簡単に自己紹介させていただくんですが、私自身日本の専修大学というところで国際経済を学び、そこでインドを知る機会がありましたので、大学卒業後、インドのデリー大学、ネルー大学というところに進学して、現在はインドの輸出輸入に関わる貿易を担当としてやらせていただいております。その中で土日平日と時間があるときに、ナマステ江戸川区という地域交流だったり、江戸川区を中心に開催、江戸川区っていう理由は日本一インド人が多いので、そこで共生ということをテーマにやらせていただいております。そうなんだよろしくお願いしますはい、お願いしますちょっといろいろ深掘りさせてもらいたいんですけど、はい、まず早速なんですが、先ほど大学時代にインドのことを知ったみたいなところあったんですけど、そもそも海外に興味を持ったきっかけって何だったんですか。もともと父親が不動産業で中国だったり、日本国内がメインになるんですけれども、父親の仕事のきっかけで中国に行ったのが、海外に興味を持つきっかけ。そうなんですね、はい、ちなみにお父様は中国の不動産を買ってたってことなんですか。そこまでは言ってないんですけど、一応中国でビジネス展開をしようとしていた。すごいですね、はい、じゃあそれで中国に初めて行ったっていうのが一番最初海外に興味を持ったきっかけ。そうですね。実際中国どうでした。10年15年前にはなるんですけれども、ちょうどあの上海だったり、北京オリンピックかな、が開かれる前で、もう伸び盛りの中国で、ただ街を歩いている中でもこう勢いを感じることがすごいありましたね。あ、そうなんですね、なるほど。でそこで興味持って、それは小学生とか中学生ですか。大学入った頃なので。そうなんですね、はい、じゃあそれが一番最初のきっかけで、そもそもじゃあ専修大学の時はそういう国際学部みたいな、そういう学部だったんですか。そうですね、国際経済学部っていうことで。なるほどですね。その後海外とかって行かれました。初めのそうですね、 1,2 年はほぼ国内で、アルバイトしながらっていうことをやってたんですけれども、やはりその父親のきっかけで海外っていうことに視点をシフトしたので、それがきっかけでアルバイトしてバックパッカーで行くようになりましたね。なるほど。バックパッカーではどこ行ったんですか。いや、アフリカ以外はもう大体の国。あ、中南米も行ったんですね。そうですね。あ、すごいですねやば相当中国から遠いところまで行きましたね。そうですね。ちなみに何カ国ぐらい行かれたんですか。15とか。あと15行ったんです。それぐらいですね、はい。一番思い出に残ってる国とかってありますか。イスラエル。イスラエル、はい、イスラエルは何で行こうと思ったんですか。たまたま大学の勉強で知る機会があって、イスラエルっていう地域が日本と全く違う文化ってことを学び、実際なんか自分自身こう現場に行ってみないとなかなかこう実感が湧かない性質だったんで、行こうって思って行きましたね。なるほど。実際イスラエルって、多分バックパッカーの中でもなかなかイスラエルっていうワードないと思うんですけど、そこはどうやって情報を調べてたんですか。パレスチナも隣の自治区ですかね、あるので、それも行ったんですけれども、バックパッカーっていうよりも、インドに行ってインドのルームメイトがパレスチナ人だったっていうところが一番きっかけでしたねなるほどですね、はい、実際イスラエルとか行かれるじゃないですか、はい、何されたんですか。いや、それこそ普通に観光とルームメイトの実家に寄らせてもらって。それはいいですね。ただやっぱりルームメイトパレスチナ人だったんで、イスラエルとは全く違う環境で生まれ育ったんだなっていうのを身に染みて感じましたね。なるほど、じゃあそれを経て、バックパッカー終わってきます、で大学4年になるじゃないですか。で卒業するときって就職っていうところを考えたのか、大学院っていうところを考えたのかっていうところをちょっとお聞きしてみたくて、どういう選択されたんですか。やっぱりそれこそもう大学院に行きたいっていうことがもう先行してたので、就職は考えずに、あ、そうなんですね。もうすぐインド渡りましたね。ちなみにそれは大学院に行きたいっていう気持ちはなんでそうだったの。もともと学部に入る前に浪人をちょっと1年してたんですけども、その時にアメリカの大学を受けまして、合格はしてたんですけども、日本の大学を選んだで、やっぱりなんかそこにしこりがあって、大学卒業したら留学しようっていうのは決めてましたね。
あ、そうなんですね。え、でもアメリカにもともと行こうと思ってたわけじゃないですか、はい、とはいえなぜインドの大学院に行かれるのかなと思っていて、そこの選択肢の道筋聞いてみたいんですけど、大学院進学するってなったら、うん、日本の大学院なのか海外の大学院なのかっていうところですよね、うん、で海外の大学院にフォーカスを置いたのはその浪人の時期に考えたしこりみたいなのがあったからだと思ってるんですけど、海外の大学院って考えた時に、うん、アメリカもあればイギリスもあって、うん、まあ、他の国もあるじゃないですか、はい、その中でインドを選んだきっかけっていうところちょっと聞きたいんですけど、実際どうだったんですか？そうですね、まあ、一つのきっかけはまあ大学のゼミだったんですけども、はい、それ以上にゼミでインドに行って単位をもらうっていう授業が一個もあって、でそうなんですね、はい、へえ、面白い。その中でインドを選んだ、はい、でやはりなんでインドを選んだかって言いますと、自分が学部時代っていうのはそのインド経済が伸びていく、あとはそのインドに行っても英語だったらヒンディー語、あとはインド人自身を学べるっていうことで、日本に帰ってきても将来性があるっていうことを見込んでいきましたね。なるほど、はい、じゃあ今後の成長可能性があるインドっていう国がまずフォーカスして当たっていたと、はい、そこを一番学べるのはどこかって考えた時に、アメリカもイギリスもあるけど現場で学んだ方がいいんじゃないかっていうところもあってインドを選んだわけですね。そうですね。なるほど。実際10年とか15年くらい前だとしたら、インドの大学に行くってめちゃくちゃ割合は少ないじゃないですか、はいはい、どうやって情報を調べたんですか？エージェントとか使われたんですか？まあ、一応知り合いの NGO 団体の方に連絡は取りましたけど、はい、あまり情報が得られなかったんで、はい、自分で身一つで行ったっていう、やば、そうなんだところですね。応募はこっちでしました？いや、応募は何もせずに行きのチケットだけ買ってインドに行ったっていう。やば、すごいですねそこからどうやって大学院に入学するって形になるんですか？そこから自分で一人知り合いがいたんですけど、そこからいろんな方を紹介していただいて、大学の情報を知りつつも大学の手続きっていうところを目標に、トータル5年いたんですけれども。え、5年もいたんですかそのうちの初めの1年2年はインドにある日系企業でアルバイトをしながら大学に向けて準備をするっていう。なるほど、でしたね。相当面白いですねどこにいたんですか？ちなみにインドのデリーですか？デリーですね、中心部の、はい、そうなんだ、うん、実際大学院をその後行かれるじゃないですか、はいはい、大学院行って何学部で進学したんですか？初めはそのネルー大学っていうところで国際経済学部を1年間、まあ、勉強してたんですけれども、うん、やはり自分がインドに行った目的、大学院進学の目的っていうのはデリー大学のソーシャルワークっていうところに入りたくて登院したので、まずはそのソーシャルワークっていう社会学系統に分類されるんですけど、そこに進学しましたね。なるほど。実際ネルー大学とデリー大学、はい、これ学べる内容違うと思うんですけど、うん、デリー大学のソーシャルワークっていうところをすごく魅力的に感じてたのって何だったんですか？現地現場でインドの人を直に現場間で知れる、で他の学問はやっぱり机上の空論っていうの言葉があれなんですけれども、なぜインドに行くかっていうと、やはりインド人を知りたいっていうのが私自身一番あったので、うん、なるほど、それですね。じゃあマクロのインドの経済っていうところを学ぶよりは、もっとミクロとか、うんうん、まあ、現場に沿ったニーズっていうところが、環境とか現状っていうところを知るために行ってたっていうのが目的だったので、うん、そうですね、そういった観点から言うとソーシャルワークっていうところの方が親和性は高かったってことですね、うん、はい、なるほど。ちなみになんですけど、日本の大学院もいわゆるソーシャルワークみたいなところはあるわけじゃないですか、はい、インドの大学院をおすすめする理由っていうところもちょっと聞いてみたいんですけど、インドの大学院をおすすめしますか？僕の価値観からいくとおすすめはします、はい、そう、そこをねすごく聞きたくて、インドの大学に行くメリットっていうのを聞いてみたいんですけど、挙、うん、げるとしたら何ですかね？その場でしか出会えない人たちがいる、でそれを思って感じることがある、でそれを今後の生き方だったり自分の人生に生かしていけるチャンスがインドにはあるっていうところが一つ、ちょっと分かりやすく言うと、日本では出会えない人にインドでは出会える立場上っていうところかなと思います、はいはい、実際それって多分近藤さんが行かれた時って日本人の人たち多分数数えるぐらいしかいなかったと思いますよ、うんうんうん、そうなるとここに日本の方いるんだみたいなのを向こうは思うわけじゃないですか、うんうん、それ興味持たれる対象になるんですか？そうですね、日本人自体が少ないので、はい、興味を持って歩くたびに話しかけられます。あ、いいですねそれはちなみに何聞かれるんですか？日本の情報自体が、はい、ほぼインドにはメディア通してでもないので、何を食べるのとか、普通にいい食住の基本的なことだったり、はい、あとはプラスでこういう国際事情があるけれどもどういうふうに日本は考えるんだとか、はい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 、ベーシックなことですね。なるほど。でもそうやって5年間過ごしてきたと。2年に準備期間で3年間大学院ですね。あ、3年間いらっしゃったんですね、はい、インドの大学院って3年なんですか？あ、いや、ネルー大学1年に、あ、デリー大学、そういうことか。じゃあそこは編入みたいな感じ。そうですね、
面白いですね。なるほど、うん、ありがとうございます。はい、じゃあこの動画では近藤さんがなぜ海外に興味を持ったのかっていうところから大学院何をしていたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画ではその大学院生活を経て今何をしているのかっていうところをお伺いしたいなと思っております。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。